にジャッジさんです。本日の任務、来月の登録者予想。はい、ということで来ましたが、久しぶりの7人合格。7人揃ったこのお前ら6人のオーラがぶつかり合って俺はワクワクしてるぜ。はい、ということでですね、本日は1ヶ月前にちょうど僕たちはこの8月1日の登録者予想したじゃないですか、はい、今回その結果発表と来月の9月1日の登録者予想していきたいと思います。早速結果発表いきたいんですけど、今ちょっと早めに撮影してるんで7月29日です、まあ、ほぼ変わらないでしょ、ということでまずはじゃあ前回何人って予想したかそれぞれ発表してもらいましょうかね。はい、よし君から。俺は5万人と予想します。はいはい、5万人。はい、ゆう。4万3000人。4万3000。4万2000。4万2000。5万人。5万人。5万2000人。5万2000人。4万5000人。4万5000人。僕5万5555。ということですね。さあ誰か当たってる人はいるのでしょうか。結果を発表したいと思います。はい、はい、いきます。8月1日の登録者は42,639人。はい、ということで4万3000人と予想したヒュー君、一番近かったね、おめでとう。すごいすごいすごい、こんな結構ドンピシャに近いのはすごい。なんかあるもしかして。じゃあヒュー君には、ボーナスというよりも誰か一人指名してビリビリマイクやらせる権利与えたい。どうですか、誰か誰でもいいですよ。じゃあ、なおで。なおで、どっちどっち、一つ一つ。キシロ君は4万3000人だったんですけども、はい、僕は4万2000人でした。はい、次に近いです。それじゃあ、2人でやろう。えなお、もう一人指名して誰かと2人で一緒にビリビリマイクを2人でやろう。え、俺なお、なお確定だった。それも俺が選んだ。どうよ。じゃあ、1回みんなの数聞いていい？あるよ。で、それで結構わかるもん。わかる、変わってくる。5万。5万。4万4000ぐらい。決まりました。はい、豪輝くん。絶対豪輝くん。1枚。次に1枚。じゃあ、はい、はい、じゃあ3人でやりましょう。いや、じゃあ、ガチいくだいか、マジいくだいか、いくだいか、すいません。いやー、やばいやばい、すごい、すごい、これいきまーす。3、2、1。あーいくだいか、いくだいか、ちゃんと出るわ。はい、ということで、とりあえず改めてヒゲ君おめでとうございます。はい、ということでですね、今回は、結果としては4万2600人だったんですけど、はい、振り返りますと、僕たち6月1日の初め、2068人です、はい、で、次の7月1日が2万3600人で、今回4万2600人ということで、1ヶ月前からなんと1万9000人増えました。本当にありがとう。もうみんなそれぞれさ、日本語以外のありがとうをどんどん言ってこう。セイシェン。あ、早い、早い文字だ。セイシェン。セイ。おー。ペイペイ。ちょっと好きよ。モニャニョー。ダメ。どこ語学？モニャニョー。ファンティー。ちょっと言って最後。ラインペイ。ペイペイ。はい、ということですね。もう今のでもう感謝伝わったと思いますけど、本当にありがとうございますって感じでね。どうですか、この1ヶ月なんか周りで変化とか自分の中の気持ちの変化とかありましたか。あ、でも、うん、会社の人が見てくれてるって。おお、直接言われた。うわー、嬉しい。そういうね、身近な人からのあれめちゃくちゃ嬉しい、ね。うん、まあ、いいな。どうですか、他何かありますか。
大学の友達にめっちゃ言われた。あ、それなんかエピソード似てるからあんまよく似るなんか違うやつ。ええやん別に。ええやんじゃないですか、関西弁、エセ関西弁が今後僕たちの目標として新たな目標なんですけど、平均再生数を上げに行きましょう。はい、うん、はい、はい、ということでこれに関してはもうサムネの良さだったり、うん、企画の面白さだったり、うん、あとそのクリックした後の動画が面白ければ、うん、自然とあまた見てみようってなるので、うん、もうここは俺らの腕がかかってる、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ということですね。どうですかこの1ヶ月気持ち変わりましたか？1ヶ月前の自分と本当に絶対変わってますか？断固として、いや1ヶ月前の自分より成長してるって感じてますか？どうですか？うん、感じる。本当ですか？はい、もっといける。逆に言えばまだいける。まだいける、まだいける、まだいけるよ。みんなまだフルパワーじゃないね、うん、俺らのフルパワーやべえよ俺わかるよわーやばいの、お前らやべえよもうおもろいもん。まだ緊張したり、俺もまだまだ、俺もまだまだよまだまだすげえぞっていうことを、この俺らの 100% をもうバーンぶつけられたら、もう革命ですよ。花火、うん、もうバーン散ります。終わりじゃないということで、まあ俺らは本当にすごいんだぞということで、最後来月の登録者を予想していただきたいと思います。はい、最後の登録者予想にしましょう。はい、ということで僕たちみんなで話し合って、うん、最後の一つの、うん、これが当たればめっちゃかっこいいし、ワンピースってことね。ワンピースどういうこと？最後の一つ、あ、最後の一つ、え、ワンピース、ワンピース一つのかけらや適当すぎるということで最後予想していきましょうか。はい、ということで任務いきましょう。はい、それでは任務レッツゴーはい、ということでいきます。僕たち来月9月1日までに目指す登録者数5万人です、はい、はい、ということでですね、やっぱ始めた時に1年間で5万人行こうという目標で始めたわけじゃないですか、うん、で、それがもう5ヶ月で5万人達成したらもう十分すぎるよ、うん、で、あと1個あれですね、5万といえば皆さんお楽しみにしておいてほしいのが、5万人行ったら僕たち何か動画で面白いことが起きますので、出ますので、ちょっと楽しみにしてほしいね。またこの俺らはちゃめちゃな感じの俺らとはまた違った一年のあるものがちょっと見れるかもしれませんよ。あとやりたいのが、5万人いったら質問コーナーやりたいと思います。あのインスタの DM とかで来てくれたんで、あの質問コーナーやってほしいです。出た。だから俺らのもう新たな一年をどんどん暴露していきましょう。最後5万人スパッといって、こっからもうもっと今度次もどんどん10万、20万100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、100兆。あー、もう少しだよ、分かったです。やばすぎどっちだ、頭かけやすぎ、色もこっちやん。俺もライオンにもう一回行くぞ。じゃあもう一回あの合気に最後落ちて、マジか。じゃあ行きましょう。じゃあ5万超えて10万、100万、10億、10兆、お、10兆、100兆、100兆。もうその次分かんねえ。救われたな、マッチョでした。ということで絶対に来月5万人まず行きましょう、はいはい、でこっからもっともっと面白く、うん、俺はこの 100% を伝えられるなれば天下取ります。おのずとついてくるからね。いや、いいこと言った。なんて言った？おのずとついてくる。あ、おのずと分かってないっすね。波動砲が飛んできたくらい。分かってないっすね。ということでですね、はい、頑張っていきました。はい、はい、はい、ということで、そのためにはやっぱり僕たちがこの1ヶ月間またちょっと意識上げてもう頑張っていくしかないんで、頑張っていきましょう。じゃあ魂のゴージャスティスゴーで好きだな。魂ねえんだよな、俺たちこれしか。魂のゴージャスティスゴーで、じゃあせーの、ゴージャスティスゴー、ゴージャスティスゴー、ゴーゴーゴージャスティスゴー。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。いよいよ次は最後の登録者予想、必ず5万人を達成して、僕たちはこれからもどんどん上を目指していきます。それでは次回の動画でバイバーイ。